日本の1勝、そしてブラジル2勝で迎えました副将戦。100キロ超級宗田康之がこの1回戦ブラジル戦にはエントリーされてきました。2007年の世界チャンピオン宗田康之、相手はダニエル・ヘルナンデス。この試合勝って最後の大将戦、大将戦はなんと60キロ級での戦いへとつなぐことができるか日本です。この身長差です。世界で一番小さな世界チャンピオン、重量級の王者宗田康之。井上さん、この宗田が、まあ、あの星も計算できる一人だとは思うんですが、そうですね、ここは絶対に取って福岡選手に回したいところですね。まあ、何度もフェルナンデス選手とは宗田選手やってますし、はい、まあ、勝利を何度も収めてますので、相手の出方というのは十分に分かっている選手です。奥襟を取ってきたヘルナンデス、そこに投げを打っていった宗田です。今も宗田がこう自分の体重をうまく反動で利用して投げていくような、そうですね、そんなシーンです。はい、今帯を整えます日本の宗田。同じ100キロ超級石井もこの大会エントリーされてきたんですが、1回戦は宗田康之を使ってきました斉藤ヘッドコーチです。この次の対戦を見据えて、準決勝を見据えているのか日本です。まずは1回戦ブラジルにはあのアイスショーの良さというのも取ったんでしょうね。そうですね、ヘルナンデスに対しては宗田を当ててきた日本です。その宗田、非常に落ち着いた表情に見えます。日本1勝ブラジル2勝、団体戦でもうブラジル側としては先手取ってますので、ここは来ないと思うんですね。そうですから、はい、宗田選手はどの状況でもやっぱりポイントを稼いだり勝負を進めていきたいですね。ブラジルは実はこの宗田戦で引き分けでも勝利をものにすることができる、計算上はそうなります。ですからここはあえて勝ちに来ないような、そんなシーンも出てくるでしょう。はい、ブラジルの2勝は一本勝ち、そして技ありでの勝利、まあ、内容勝負になりますと日本は今、効果での勝利1つですので、この試合にブラジルは引き分けでも次の準決勝進出が決まることになります。さあ宗田、何としても勝ちたい宗田。そうですね、宗田得意の浮き落としのような形もここは出せます。相手の両脇を持って投げを打つ、そういった得意のパターンも持っている宗田です。身長差があります。中に潜り込んでくる宗田、それでも胸を張っている宗田。巨漢の選手が宗田にあの胸を合わされるのは本当に嫌なんだというふうに、そうですね、宗田選手はそこをこう自分の体を生かしてですね持ち上げていきますから、はい、ですので相手は最初の段階では突き放す、あとはこういう形ですね、あの包み込んで押さえつける、この方法でずっと来ると思いますんで、あ、ここで宗田に指導が来ました。ポイントは相手のブラジルヘルナンデスに入りました。宗田選手もっともっと積極的に接近していってもいいんですけどね、はい、いやいや防御の姿勢が目立つということで今指導が来ました。釣り手を取りました宗田です。喧嘩四つの形、ヘルナンデスと腕が交錯します。肩で切っていったヘルナンデス、この辺は体格の差というのが出ています。奥襟を叩くヘルナンデス、この2つだと思うんですね。ここをどう崩していくか、体を寄せて支え釣り込みます。これもブレタの得意のパターン、相手にこれで一つプレッシャーを与えることにもなります。あの体勢からでも宗田は出てくるんだというところを一つ見せました。長坂さん、はい、今のシーンで石井選手は両手を叩いていけるいけるというふうな感じで今そうですか、シーサーを見せましたね。袖を取って投げに行きます。背負い投げはこれは2つ、古田さん、小さな宗田がね、はい、この自分よりも、10センチ以上大きな相手に対して大
果敢に挑んでいくシーンですよね。そうですね、やはり体が小さいんで、まあ、体を密着させたいですよね。そこどうしても距離を取られて、ここは宗田の形、膝をついたハグなんです。相手はだんだん掴んできますから、ここからですね。残り1分30秒宗田の時間帯、もっともっと接近していいと思います。密着して投げを放つのが宗田の柔道。一本背負いは潰れていく、しかし寝技に持っていこうという宗田。1分18秒で時計が止まります。ポイントリードはブラジルです。ヘルナンデス、さらにすでに2勝を挙げています。ヘルナンデスはこの試合勝てばもちろんブラジル準決勝、引き分けでもブラジルが準決勝進出を果たすという、日本は追い込まれた試合、その中でムネタ、さあ残り1分にかけます。脇から腕を伸ばしていけというサイドヘッドの指示も今聞こえました。脇を刺してこう突き上げていくようなね、そういう体勢も取れますよね。そうですね、でも相四つなんでなかなか刺すことができないんですね。なるほど、手が離れちゃいましたね。左に回転する一本背負いを見せました宗田です。その袖から手が抜けてしまいました。接近していくとまた離れ技の時にまた背負いが効いてくるんですね。残りは30秒、宗田が出る、奥襟を取るヘルナンデス、足を飛ばすヘルナンデス、ここで待てば24秒、残り時間、日本追い込まれました。オリンピック終わりました。その後初めての世界大会、日本は団体チームワークで強豪ブラジルに対しました。その中で星2つリードを奪った、奪われた日本、残りは11秒、時間がない、腕を合わせたヘルナンデス、ダメダメ、逃げの体勢、胸たが出られない、時間がない、時間がない、日本敗れました。ブラジル準決勝進出、総合力で世界チャンピオンを擁した日本ですが、ブラジルの前に苦しい黒星、準決勝進出ならず。準決勝進出はブラジルが収めています。